新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。お願いします。ドーベル TV。 はい、ということで2023年もドーベル TV 無事スタート切ることができました。はい、ドーベル TV。 皆さん年末はゆっくり過ごせました？はい、俺はゴルフ行ってジム行ったね。うん、おお、めっちゃ充実してんだよ。ゴルフ行ってジム、ゴルフ行ってジム、最高の年末だね。何してたの？俺は家で女違うよ、ここ入れらんないわ。ナイス、ここで言うとここでナイス。あれよ、もう年末じゃん。年末は普通にまあ忘年会行ったりで、まあ大晦日行ったらだらして、まあ地元の神社に、うん、まあ初詣を、まあ、年越してすぐ行ったりって感じかな。うん、俺は挨拶してみました。誰？私事なんですが、婚約いたしましたね。いや、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。その相手の親御さんに挨拶しに行きました。行きます。まだつけてないっす。ありがとうございます。どう、実感はあるもんですか？いやー、それはね、なくて、うん、なんかまあ婚姻届出してから終わっていくのかなみたいな感じかね、うん、そう、俺が結婚なんてね。いや、安掛けが別に実感湧く方じゃなくない？まあそうだね。サボちゃんじゃない？サボがね、一番ね、うん、名前が変わるわけやろ。そうそうそう、確かに。安掛けは別に何も変わらない。俺は変わんないです。そう、変わんないですけど、多分彼女側が変わるみたいな。変わる。まあそうだね。うん、そう、これはね、仕事だったのか。でも30まで仕事だったから。ああ、ハードなんだ。そうで、30誕生日なんですけどね、一応。そうですね、おめでとう。おめでとうです。おめでとうございます。まあということで、こんなグダグダの安定のドーベル TV って感じですけど、はい、まあ今年もまあ主となるのはドーベルマンとしての野球、まあそれぞれの目標まず聞いていこうかな。はい、俺トメ、俺か。いや、まあ何つかせんのは置いといて、俺はやっぱチームの最高出塁率取りたいな。あ、チーム内。ああ、うん、そうそう、大体数字でリアル、うん、5割。おお、うんうん、リアルだね。リアルだね。ちなみに去年の徳さんの出塁率5割らしいです。おお、マジで。いや、徳さんよりは出るよ。でも徳さんすっごいフォアボールね、多いから。多いよね、うん、で俺徳さん、あ、打たれたか、打たれた、あ、打たれた前、うん、打たれた。まあそう、だから5割ぐらいは最低ね。うん、うん、チーム内でやっぱ最高出塁率っていうタイトルをやっぱ取っていきたい。うん、で、そう、だから安田君にも打たれへん。なんで俺は打率で5割取られちゃったのね。1位かれちゃったよね。そうか、そうか、もうそれ出塁率負けだからね。そしたら俺も打率5割以上取られちゃう。そうね、まあ打っちゃいけどね。だいぶ難易度高いけどね、5割ってね、うん、だから俺はなんか打率取りかはやっぱ出塁率にこだわって今年1年はやっていこうかなと思う。はい、はい、分かりました。誰だ？僕はまあチームの勝ちに貢献できるようになりたい。まあ、ね、去年はやっぱり自分の成績悪くて、でやっぱりなんかチャンスでもやっぱりなんか打率悪かったから打ててなくて、でそれでなんか負けたなって自分で実感することが多かったから、まあ自分の調子を戻すことが、まあ、チームの勝利に貢献できるんじゃないかなと思うので、まあだからチームの勝利に貢献するっていうのは念頭において自分の調子を戻していくように、頑張りたいと思います。はい、具体的には何番を打ってどれぐらい打ちたいですか？やっぱり何にこだわりたい？何、どこにこだわりたい？打点かな、チームに、勝ちに。だから打率を求められてるわけじゃないと思うから、打ててなくても打率が悪かったとしても
勝利に貢献できる、まあ、あの打点を稼げるようになりたい、勝負強くなりたい。なりたいね、全部でも。うん、そうそうそう。それはいいかね。だから最低限、例えば打率が悪くても、ランナー3塁に行ったら、叩いて1点か、フライで1点かっていったところで、まあそれは打率には乗らないけど、しっかり勝利のために自分がどうできるか。で、その、点数を取るっていうところにこだわりたい。で、具体的に言うと、やっぱり、4番に戻りたい。かな。頑張れよ。まあ、打点50ぐらい。50とかいったら結構すごい。めちゃくちゃすごい。多分毎試合のような、うん、感じ。21年の時のさ、打率で20ちょっととかって。27、8ぐらいめっちゃ、ね、うん。まあ、目標だから。まあまあ、確かに。っていうところでやっていきたいと思います。はい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 。去年は得点圏打率っていうのがだいぶ低かったんで、今年は得点圏打率を大幅アップ、目標6割超えを狙っていきたいと思います。ライバルやでんよ。だからライバルです。潰します。4番渡しませんって感じでやらせてもらいたいんで、お願いします。はい。絶対負けるな。でどうですか。一緒一緒。これはそうだね、ちょっとこれっていう目標はちょっと個人成績の目標なくて、なんかこうチームで必要なところ、まあ、ピッチャーはもちろん必要なんだけど、まあ、ちょっといろいろ事情があるのでなかなかフルではできない部分があるんだけど、その中でも、まあ、できる限りプレーは全力で、でなおかつ試合に貢献できるように、まあ、誰よりも熱いプレーを今年もやっていきたいなと思います。で、まあ、監督としてもこう冷静かつ的確な采配をできる、FA の選手もいるからね、 FA 行く選手もいるから、そう FA で出てる、あそうね、そうね、スアベ、スアベが結構戦力、戦力だったな。 FA のね、スアベの分も頑張んないですね。例えば新しい新規入団選手も今年は募集したいなと思ってるんですよね。はい、概要欄のインスタから、はい、お願いします。お願いします。入団もずっと随時募集中なんで、うん、よろしくお願いします。お願いします。特にピッチャー、あとマネージャー、マネージャーいますいます。すいませんから、お前ハズキに失礼なら怒られるよ。そんなハズキ自体は怒られるし、ただひらくんマネージャー扱いしてくんない。ああ言ってた、言ってたよね、うん、マネージャーとかしてくんない、うん、みんながハズキをマネージャーだと思ってるんだけど、ただひらだけしてくんない。なんかきっかけがあったんだ、そう思われる。はい、お前そういうとこやぞ。ドーベル TV。 まあ今、ね、4人の個人成績の目標だったりっていうのを言ってたんですけど、でもやっぱ結局はまあ勝ちたいですよね、チームとして、うんうん、去年の2022年っていうのはなんか本当に大事な試合だったり、ここは勝ちたいっていう場面で勝ちきれなかった、なんかすごい弱い1年だったんで、今年はそう勝ちに貪欲に、あの全員でその勝つっていう目標だけを追って、そんな集団としてやっていきたいと思います。はい、はい、2023年の年末にコミンの言ったことを答え合わせしよう。そうだね、うん、そうだね、うん、プロスタ優勝で、うーん、言っちゃったね、マストで、そこマストでお願いします。はい、決勝戦を神宮で一人やもんね、できればトロキさんとやりたいです。勝手にライバル視してるから、そして3連覇を阻止したいですね。そうですね。ドーベル TV。 はい、じゃあこんな感じで2023年もやっていきますんで、あの来週からまた技術動画も引き続き上げていくので、ぜひご視聴の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。チャンネル登録、高評価、コメント引き続きよろしくお願いします。お願いします。お願いします。
バイバイ。バイバイ。それのためにやるだけのみ、ひたすら好きやる、勝てば嬉しい。もういい。またなるのさ最高、実際今すべてがダイヤと同様、絶対ぶれない夢中まま好きなこと、俺だけじゃねえ共有したいおもろい。